チャック・バリスは、アメリカ合衆国のゲーム番組制作者、プロデューサー、司会者、ザ・モング賞の司会者を務め、ザ・デイティング・ゲームとニューリーウェイド・ゲームを制作したことで知られる。また、フレディ・キャノンのヒット曲、パリセイズ・パークを作詞・作曲したソングライターでもあり、ジョージ・クルーニーが監督した映画、コンフェッションは、彼の同名の自助伝を原作としている。 1929年6月3日、司会の父、ナサニエル・バリスと、母、エディスの息子として、ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれる。1953年に、ドレクセル大学を卒業、同行の学生新聞、ザ・トライアングルのコラムニストを務めていた。テレビマンとしてまず、ニューヨークの NBC の見習いとして、後に、正規従業員として、スタートを切った。 NBC での勤務後、ABC で一般事務、音楽番組、アメリカンバンドスタンドのスタッフとして働くようになった。レコードやテレビ向けにポップミュージックをプロデュースし、フレディキャノンがレコーディングしたパリセーズ・パークは、ビルボード・ホット100で1962年23日から30日の2週にわたり、最高位3位となり、キャノンにとっても最大のヒット曲となった。 また、自身のクイズ番組に使用する音楽を単独で、あるいは共作で書いた。バリスは、ロサンゼルスの ABC で、昼番組の部署に昇進し、ABC が放送する番組を決定する責任者となった。彼は上司に、プロデューサーや制作会社によるクイズ番組のコンセプトのレベルは、バリス自身のアイデアより劣ると進言した。1965年6月14日、 自身の制作会社、チャック・バリス・プロダクションを設立。1965年、ABC で最初のクイズ番組制作となったザ・デイティング・ゲームを成功させた。ジムラング司会のこの番組は、3人の独身男性、または独身女性が彼らの司会から遮られた異勢の出場者の行為を得るために競い合うというもの。3加所のセクシーなジョークとフラーパワーをモチーフにした、 スタジオセットはクイズ番組として革命的であった。その後の15年間で11シーズン放送され、1980年代と1990年代に2回ずつ復活した。翌年、当初はニック・ニコルソンとイーロ・ジャー・ミュアーによって、やはり ABC のために制作されたザ・ニューリーウェイのゲームを開始。新婚カップルのユーモラスな率直さと司会の オブ・ユーバンクスの意味ありげな質問の組み合わせにより、この番組もバリスにとってもう一つのヒット作となった。彼の会社が制作した番組の中でも最も長く続いており、テレビ、ネットワーク、シンジケーションを通じて初回から合計19年間放送され、続けた。GSN はシェリー・シェファードによる最新バージョンを放送している。2009年8月1日、 NPR の番組、ウェイト・ウェイト・ドントテルメのインタビューで、バリスは、ザ・ニューリーウェイドゲームは、彼が生み出した中でも、最も簡単な番組だと語った。私が必要としたのは4組のカップル、8つの質問、選択感想機だけだった。1960年代の ABC と1970年代のシンジケーションのために他にも何本か短命のゲーム番組を制作した。 これらはすべて共通のテーマをもとに展開された。通常ゲームは参加者の興奮、弱点、困惑、怒りから、その関心を導き出す。バリスはまた、ABC の嘘の、キャンプショーに類似した、軍事基地で上演されるバラエティ番組、オペレーション、エンターテイメント、ユアヒットパレードの CBS でのリバイバル、歌手、ボビー・ビントンのためのカナダに拠点を置くシンジケートの、バラエティ番組。 ザ・ボビー・ビントン賞など長年にわたりゲーム以外のフォーマットの試みを行った。やや恥ずかしがり屋のバリスはカメラの前にはほとんど登場せず、かつてザニュートレジャー、ハントのセットに飛び乗りジェフ・エドワーズにパイを投げつけたことがある程度だった。しかし1976年テレビプロデューサーのクリス・ビアードと提携してパッケージ化した冗談才能発掘番組。 ザ・ゴングショーのプロデューサー兼司会者としてバリスは有名人となった。この番組のカルト的人気は息が長かったが、NBC の2シーズンとシンジケーションの4シーズンしか放映されなかった。ケーブルテレビが普及する以前としては珍しい異様として、ゴングショーは1日に2度見ることができた。当初 NBC が予定していた司会者はジョン・バーバーであったが、 番組のコンセプトを理解しておらず、バリスのパロディーコンセプトとは、真反対の正当な才能発掘番組と思い込んでいた。土壇場でバリスはバーバーを解雇、番組を救うために、自身の番組の司会をするべきであるとの NBC の幹部の助言に従った。冗談好きで会話の合間に手を叩いて強調する、威勢の良いパーソナリティや奇抜な言葉遣いは、流暢なプロの司会者とは、 対照的であった。バリスは、型破りな小道具や、カラフルで奇妙な服を着て、調和の破壊に加担し、彼も、また番組のパフォーマーと化していた。ファンが、チャッキーベイビーと名付けたバリスは、滑稽で時には、荒々しいアマチュアパフォーマーや3人の審査員と、完全に溶け込んでいた。ある回では、演目すべてが当時人気のあった、愛のフィーリングを歌うことで構成されていた。 最も悪名高い出来事の一つは1978年の NBC 版で若い女性二人組がステージ上でゆっくりと思わせふりに棒付きアイスキャンデーをしゃぶった行為である。当初見落とされていたもう一つの事件はジーンジーンザダンシングマシーンのエピソードで JP モーガンがゆっくりと服を脱ぎ一瞬のサブセカンドショットでブラウスを広げてあらわにした裸の胸部が映ってしまっていた。 1980年、ザ・ゴング・ショー・ムービーを監督、自ら主演もしたが、再三は取れなかった。筋書きやアプローチは、ゴング・ショーの断片を多く持っていたものの、観客が期待していたよりも少しゼーニーであった。ザ・ゴング・ショーは、その後4回にわたり復活している。1988年から89年にかけて、同じタイトルで2000年には、GSN から、 エクストリームゴングのタイトルで2008年には現在のフォーマット所有者であるソニーピクチャーズテレビにより4度目は2017年に ABC で放送されウィル・アーネットがプロデュースし架空のイギリスの有名人トミー・メートランドが司会を務めたバリスは ABC がデイティングゲームとニューリーウェイドゲームを打ち切る1970年代半ばまで精力的に働いたが 担当するレギュラー番組はザニュートレジャーファンと一本だけとなった。しかし1976年のザ・ゴング賞の成功はデイティングとニューリーウェドの復活をもたらし彼のシンジケーション帝国に新たに在1 98ドルビューティー賞が加わった。また1978年2月から4月までという短命に終わった実態は競争を伴わない ゴングの間骨脱退である NBC のプライムタイム、バラエティ番組、ザ・チャック・ベレス・ RAH、RAH 少子会。別の制作番組、1979から80年の 3SA クラウドが立ち消えとなる中、再び帝国は崩壊した。この番組は恋に不倫を売り物にし、それが、社会的規範であるがごとく標榜していると訴える、激怒したフェミニストや、 社会保守的なグループの抗議を引き起こした。ほとんどの放送局は、これらの批判への対応として、シーズンが終わる数ヶ月前に、この番組を打ち切った。同時に、ニューリーウェイドゲームは、フォードモーターとプロクターギャンブルからの提供を、打ち切られ、ジャッキー・ウォートリーの怒りを買った。彼女の夫で、ビジネスパートナーのジーン・ウォートリーは、おそらく番組の非常にわいな内容のために、 所有するクトラを番組のロサンゼルスにおけるネットと制作の拠点として提供していた。ニューリーウェドゲームのクトラからの追放が間近になり、オートリーの気持ちは強固だったが、何らかの訴訟が起こる前に、シンジケーターによって番組は中止された。1980年には成功を収めていた他のシンジケーション番組、ザ・ゴングショーやデイティングゲームも 3SA クラウド、 ニューリーウェドの論争の煽りを受け終了した。1980年の冬、バリスは彼のオリジナルではない、参加者が漫画風イラストに隠されたものを見つけるヒントとなる、質問に答えるというクイズ番組、カモフラージュを復活させ、立て直しを図った。議論を引き起こしそうにないフォーマットではあったが、シンジケーションでは、ごく短期間しか続かなかった。 1980年9月には、バリスは彼の会社の歴史上初めてプロダクションでの番組を一つも持っていなかった。一年間の沈黙の後、1981年に元の1950年代のプロデューサーであるバット、グラノフをパートナーとしてトレジャーハントを復活させた。1970年代版と異なり、バリスは番組自体の制作には直接関与しなかった。 この復活は週5日の放映で1年しか続かなかった。この時期バリスはフランスで過ごし、1984年に戻ってくるとバリスインダストリーズを設立。ベルイコールエアプログラムセールスという番組販売代理店とクラリオンコミュニケーションズという広告代理店を立ち上げた。1984年に ABC で ザ・ニューリーウェ w ドゲームを1週間テスト放送した後、1985年から1989年まで、オリジナルの司会者ユーバンクスを起用したニューニューリーウェ d ドゲームと題した帯のニューリーウェ d ドゲームをシンジケーションで制作した。翌年、ザ・デイティングゲームがシンジケーションに戻り、3年間続いた。初年度は、エレイン・ジョイスが、次の2年間は、ジェフ・マクレガーが司会を務めた。 1988年にはザ・ゴング賞もドン・ブルーの司会で1シーズン復活した。これらの番組は ABC のザ・ニューリーウェイド・ゲームの1週間使用を除き、すべてネットワークではなく、チンジケーションで放映された。1987年、バリスはバリス・インダストリーズの持ち株をバート・シュガーマンに売却し、フランスに戻ると自身の会社に直接関与しなくなった。 1988年、バリス・インダストリーズは、グーバー・ピーターズ・カンパニーを買収。1989年9月7日、バリス・インダストリーズは、グーバー・ピーターズ・エンターテインメント・カンパニーに、改名された。関わっている番組が終了した後、ソニー・ピクチャーズ・エンターテインメントが、コロンビア・ピクチャーズ・エンターテインメントを買収した。翌日の1989年9月29日、 グーバー・ピーターズ・エンターテインメントを2億ドルで買収した。ソニーは1996年から1999年までザ・デイティング・ゲームとニュー・リーウェド・ゲームを復活させた。またソニーは1998年にザ・ゴング賞をゲーム賞ネットワークの独自制作によるエクストリーム・ゴングとして復活させた。同様に 3SA クラウドも GSN オリジナルの オールニュース 3SA クラウドとして復活した。エクストリームゴングが終了して、数年後、ソニーは再び元々のタイトルとフォーマットを用いて、ザ・ WB で復活させる予定であったが、実現はしなかった。2008年、ソニーと MTV ネットワークスのコメディセントラルが、協力し、ザ・ゴングショーウィズ・デイブ・アテルとして3回目のザ・ゴングショー復活を実現させ、 2008年7月から9月までコメディセントラルで販売、放映された。彼自身のオリジナルではなかった古いクイズ番組を復活させようとするもう一つの試みは、オブ・ユーバンクス司会の1950年代のクイズ番組ダラー・ A セカンドの不採用のパイロット版をもたらした。少なくとも一度は GSN に公開されており、以来コレクター品の一つとなっている。 さらにもう二本の不採用のパイロット版は、バンブーズル、コメディーコートルームと呼ばれる。2010年、長期間麻薬中毒と戦った末に1998年に死亡した一人娘について綴った、デラ、エメモアール・オブ・マイ・ドーターを発表した。自助伝、コンフェッションで、バリスは1960年代と1970年代に中央情報局の暗殺者として働いていたと、 主張している。ジョージ・クルーニー監督、サムロック・ウェル主演の2002年の映画版、コンフェッションでは、バリスが33年殺したことを描いている。2004年には、続編となる、バッド・グラス・ネバー・ディエスを執筆した。CIA はいかなる立場においてもバリスが、働いていたという事実はないと否定している。映画の公開後 CIA のスポークスマン。 ポールのワックはバリスが、情報機関で働いたという主張は、馬鹿げていて、絶対に、真実ではないと述べた。バリス自身は1984年、CIA の仕事に応募はしたが実際には働いては、おらず、コンフェッションは、仮に、CIA に入っていたら自分の人生がどう、なっていたかを想像した産物であると認めている。2010年、ドレル大学にて、最初の妻は、 CBS の創設者の一人の名である、リン・レビーであった。この結婚は1957年から1976年まで続いた後、離婚という結果に終わった。二人の間には時折、ザ・ゴング賞にも登場したデラという一人娘がいた。デラは1998年に、アルコールとコカインの過剰摂取により36歳で死去した。死亡時には、 HIV 陽性でもあった。1980年23歳年下のロビン・アルトマンと結婚。この結婚もまた1999年に離婚という結果に終わった。その翌年、メアリー・クラゲットと結婚。1990年代に肺がんと診断される。肺の一部を切除する手術を受けた後、感染症にかかり1ヶ月間の集中治療を受けた。 2017年3月21日、妻のメアリー・クラゲットと暮らすニューヨーク州パリセードの自宅で老衰により死去、87歳であった。バリスが作曲して45回転レコードでリリースした曲。アスタリスクのついた曲は、バリスの作曲ではないが、録音には参加している。以下の曲も作曲している。最初の2曲は、 スワンから45回転レコードでリリースされ、3曲目はデッカから LP レコードでリリースされた。1973年、テレビのクイズ番組の音楽を収めた LP、チャック・ベレス・プレゼンツ・シームズ・フロム・ TV ・ゲーム・ショーズをリリース。すべてインストルメンタル曲で、トム・スコット、マイク・バローン、デール・オーラーにより編曲されている。 LP ジャケットの裏に記載されている曲は以下の通り、サイド1サイド2、ありがとうございます。